何白くて見えねえよ。行くぜブリト。白い恋人か。うわファック変な声出ちゃった。行くぜブリト。時間を戻して。全食材がいわゆるネバネバ群。熱い。この暑さね、この暑さが野外設定。うわ変な声出ちゃった。ファック手汗が。カルーア寮が経営する探検代行ギルド、建築中のビルを拠点にその勢力圏を拡大している。少々手荒な手段にはなります。今日の獲物は一体何になるのか。ドゥディルリン、ベレリン、ドゥディルリン、ベレリン、ベレリン、ドゥディルリン、ベレリン。ちょっと待ってよ。ベレリン。そうじゃないでしょ。ちょっと。まあ今のでマイクテストはできたということで、そこのところよろしく。サーバーが今起動しましたね。今日激しいよ。今日はね、俺ね、水芸飲んでるから。水芸。なんだっけ。水芸。なんとかスイカの水に、クジラって書く水芸っていうのがあるんだけど。それを飲んでるからね今日は。なんか特別純米大吟醸だっけな、確か。買う PS5 買うので、通常版かデジタル、エディションどっちがいいか教えてくださーい。PS5 を買うので、通常版かデジタルエディションどっちがいいか教えてください。タキイカの天ぷら食おうぜ。うまいぜこれ。ツイートしてないからさ、ツイートする必要があるよな。ないよな。どれだ。ツイートするみたいなボタンってなかったっけ。おい、ツイッチまだよくわかんねえんだよ。教えてくれ。なあ。ツイッチ。配信開始したと同時にツイートするようなそういう機能あったやろな。教えてくれ。せめて
せめて URL はさ、ダッシュボード内に貼っておくべき、貼っておくべきじゃない？ねえ、なあ、なあ、ちょっと待って、今見てるから、待って、今見てるから、今ちょっとツイートするから。URL 教えてー。いやもう検索しよう。ツイッチカルーアリオ、カルーアリオ、今飲んでおります。水芸っていう純米大吟醸、特別純米大吟醸、あ違う、純米なんだっけ、特別純米吟醸かな、わかんない、ちょっと忘れた、わしかわいい、わしかわいい、めちゃくちゃ懐かしい、そうでもない、めちゃくちゃでもない、ちょっと懐かしい、わしかわいい、ハッシュタグマインクラフトで URL 貼って、で、配信のタイトル PS5 詳しい人教えて。ほんと今日はこれだけ、テーマは。いやもちろんね、もちろんね、マイクラ内でやることはあるんですけれど、以前の配信でクリーパーのね、クリーパーを破壊する装置を作りましたけども、以前そこにクリーパーが発生しない原因を、探りに行きます。我々調査隊はその噂が本当か確かめるためアマゾンの奥地に向かった。てて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 てテレテレテテ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 ペペペペ、あー視聴者数一人減っちゃったそういうこともあるんだよし、なあ、クリーパー破壊装置を見に行きたい。お前らついてこい、見てこいカルロ。ちょっと待って、犬の数少なくね、っていうかラグくね、なあ、なあ、ラグいやろ、なあ、ラグいかラグくないかって聞いてんの、ラグいやろ、なあ、ラグいかラグくないかで言ったらラグいやろ、なあ、ちょっと待って、ほんと設定見直します。フルスクリーンじゃないんですよ。配信中にコメント見れなきゃいけないからフルスクリーンにしてないんですよ。でサキイカの天ぷら食ってるんですよ。サキイカの天ぷら美味しいんですよ。ああサクサクで美味しいなり、ね、近所のスーパーのお菓子売り場があるんですけど、そのお菓子売り場のさ、お菓子売り場
にさ、あのイカのなんかイカフライのお菓子がなくてさ、もう結構いろんな駄菓子揃ってんのよ、そのお菓子売り場。結構いろんな駄菓子が揃ってるくせに、あれなんですわ、あのないんですわ、あのイカの丸焼きのあれが。それが結構不満でして、ないやんけって思ってたんですけど、ふとね、何を思い立ったか、いやもうその瞬間にケージは降りてたのかもしれない、あのもしかしたらその瞬間にケージは降りてたのかもしれないけど、その時の俺は気づかずに、あの魚売り場で、鮮魚売り場で見つけたの、サキイカの天ぷらというのを、ね、これなんだろうと思って、これなんだろうって嘘もないんだけど、サキイカの天ぷらなんですよ。ちょっとこれ試しに買ってみようって思ったわけです。で、買ってみたんです。そこで大発見、これじゃんって。なんで今まで俺それ見つけられてなかったのって。そりゃそうだよね、お菓子売り場にないんだもん、鮮魚売り場にあるんだもん、想定外ですよ、そんな誰も思いつくわけないじゃんそんなの。ねえ、言ってよ、教えてくれたっていいじゃん。どこここ、あー前回あれだ、前回掘ったトンネルだわ。ガブサメスタイル、ガブサメスタイル。でここからは徒歩だ。で、周りにゾンビとクリーパーが出てるから、そりゃあれだよね、クリーパー破壊装置にクリーパー湧かないよね。ちょっとあの今酒飲みながらやってるんで、結構あの手元が狂っております。手元狂い丸。だから、ね、本来であればここに火薬がたくさん、なんで小麦の種があるんだ、なぜなあ、なぜこんなところに小麦の種があったのか。我々調査隊はその謎に迫るべくアマゾンの奥地へと向かった。テテ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 テ周りに、適正モブが、スポーンしなくなり、僕が、建築した、僕が建築した
クリーパートラップにしかクリーパーが湧かなくなる、そういう寸法でございます。ですからこうしてぶっとですからこうして松明をポイポイ置いてるわけです。暗いよ暗いよ、松明置いちゃうよ。暗いと暗い暗いどん暗い暗い暗いどん暗い松明、暗い暗いどん暗い松明、暗い暗いどん暗い松明、暗い暗いどん暗い松明。雨降ってる。どんくらい。どんくらい。雨降ってる。どんくらい。結構降ってる。ゴリラゲーム。プシュッ。ディ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 。わお、雲はね、液中ですので、家の中で見かけても殺さないように、液中ですので。俺に歯向かうからそうなる。月どっちだ。月は出ているか。月は出ているかと聞いている。サテライト卵。今日はね、ちょっと向こうの方でお泊まりしようかしらね。ね。今日人参持ってきてない。この子連れて帰りたいわ。蔵もないわ。蔵もないし、人参もないわ。そこの農村に人参がないか、ちょっと、あれ？今 ZONB いたよね。 ZNB いたよね。あ、ファントム？ファントン洞窟やんけ。今入らない。今は入りません。みんなさ、 PS5 持ってる？ちょっと PS5 持ってる人に聞きたいんだけど、デジタルエディションと通常版どっちがいい？それ何っていう人にちょっと言っとくけど、 PS5 っていうのはソニーが開発しているゲームを遊ぶためのハードウェアで、ゲームが遊べるんですけど、その中でもその PS っていうのはプレイステーションっていうソニーがフラッグシップ機として、ゲーム業界だよね。ソニーっていろいろ作ってるから、ゲーム機以外にも。でその中でゲーム業界でのそのフラッグシップとして開発しているそのプレイステーションっていうのがあるんですけど、それがね、今5世代目なんです。 PS5 っていうのが、いつだっけな、一昨年ぐらいに発売されて、僕それまだ持ってないんすね。だから買おうと思ってるんすね。だけどその PS5 っていうのがエディションが2つありまして、通常版とデジタルエディション。これ何が違うかっていうと、通常版は、ディスクシステムが、ついています。今までの PS、プレイステーションの
従来の機能と同じように。ですので、あのディスクを入れてゲームを読み込むっていう機能がついてるんですけど、一方、デジタルエディション、デジタルエディションはというとついてないんですね、それが。でついてないんだったらダメじゃんっていう人いるかもしれないんですけど、ついていないことによって、あ、戦力ガンだ、ついていないことによって、まあ多少ね、こう、まあ本当に少し安くなるんですよ。で、安いだけだったらいいんだけど、安いだけではなく、そのディスクドライブがない分、I'm okay. ディスクドライブがない分ちょっと小さいんですよ、ほんの少しっていうのと、あと安いのと、あの通常版と比べてね、 PS5 自体が高いから、あの高い安いのを議論しても、どっちも高いんで、結局買い物として。だから本当に好みかなとは思うんだけど、好みか、好みと、あとあれ、部屋の間取り。俺はあの狭い部屋に住んでるからさ、だいたいあの横が30センチぐらいで、縦が10メートルぐらいの部屋に住んでるんだけど、だから俺デジタルエディションかなと思ったんだけど、どう思う、みんなは。まあ今みんなはっつったけど、まあ見てる人いねえか。おおおおおお、 I'm OK、 I'm OK、 I'm OK、 台湾、だから何が言いたいかっていうと、あのサキイカの天ぷらがうめえってこと。やっぱね、思わないじゃん、そのお菓子エリアに、お菓子売り場にあると思うじゃん、あのイカの丸焼きのお菓子、あれずっと探してた、6年間ずっとあれを探していたんです、私は。で、見つからなかったんです。で、ふとこう鮮魚売り場に寄ってみたら、サキイカの、なんだっけ、サキイカの天ぷらか、サキイカの天ぷらっていうのが売ってまして、お食事のサイドメニューとして、買ったわけなんですけれども、食べてみたら、あ、ここだ、これだってなった。ここにいたんだ、お前、こんなところにいたのね、あなたこんなところにいたのねってなった。だ、 PS5 買いたいんで、本当教えてほしいんですけど、どうするべきですかね、通常版とデジタルエディション版。で、決めて、今日。みんなで。みんなが決めるまで先生、職員室に帰ってます。やべ。水芸のアルコール度数が高くて。水芸度数いくらだっけ？でも日本酒の標準的な
あれっつったら度数っつったら大体14度よ。大体14度。大体14度なんだけど、まあなんかもうちょい高かった気がする。買った時に思ったもん、あ度数高えって、こんな高えんだって思った記憶があります。ないかもしれません。あった気がします。あった気がするだけで本当はないかもしれません。人参を取りに帰ります。この子を連れ帰りたい。やっぱさ、みんな PS5 持ってんもん。ごめん嘘、あのみんなってのは嘘、あの俺友達いないからさ、みんなっていうあの言葉を使ったことないのね。みんな、みんなっていう相手がいねえ、友達いないから。じゃがいもばっかりやんけ。おい、植えないぞこいつ。おい止まっ、止まったぞ。なあフリーズした。あった人参。じゃがいもじゃがいもじゃがいも、にんじん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 、玉ねぎ玉ねぎ玉ねぎ、豚肉豚肉豚肉、リュー、にんじん食うなバカタレ、まあ、にんじん食うなバカタレ、人参食うなバカタレ。あ、人参、人参いらないよ。豚の逆は鮭だぜ、豚の逆は鮭だぜ。おばさん好き。確かにって思っちゃったもん俺。豚の逆は鮭だぜ。あの食堂のおばちゃん、グリーンドルフィン刑務所のあの食堂のおばちゃん。豚の逆は鮭だぜ。迎えに来たよ。はいハニー、迎えに来たよ。人参、人参食べないのね。人参、人参ラブシュウエー。人参食えねえかこいつ。こう裏気かよ。人参ラブシュウエー。食えよ。ちょっと待てってお前、好き嫌いしてんちゃうぞ。世の中にはな、食いたくても食えねえような子供がたくさんいるんだぞ。はあ。やっぱわかんか。マジで暗いところに松明置いて、
敵が湧かないようにして、僕の作ったクリーパーを破壊装置に、敵が湧くようにクリーパー破壊装置に来ないからといってただ待ってるだけってのもな。こちらから、やだやだ、来ないで。別に向こうから来ないならこちらから攻めてしまってもいいでしょう。ですから、本当に湧かないね。本当に湧かない。ちょっと一旦ここで待ってみるか。なんかこうやって土の中で待機してるさ、なんかバキのキャラいたいね。ちょっと待って、日本酒持ってくるわ。空だわ。うん、さて、地上の様子はどうなっているかな。サキイカの天ぷら食わせて。これにサキイカの天ぷらと私の出会いをお話しいたします。あー、うまい。これ
なんで沸かないの？なんでよ。私のプランは完璧だったでしょ。なぜクリーパーが湧かないのよ。おかしいじゃない。これは陰謀よ。よしかい。待ってりゃ来るかなあ。君は来るか。ならば私と来るか。あ、来ない来ない来ない。あ、そう。蔵で強制的に言うこと聞かせるか。なあ、あるんだぞ金の蔵が、うちには。なあ。おーおお、来た。おーおー、ああ、ハートマークゼと。出たけど今のままじゃ動かせねえんだよな。ここにいてね。違うでしょ、そっちに行ってほしいの。ねえ、動いて動いて。ねえ、懐いたんだったら動いてよ。リード持ってないか。持ってないか。蔵持ってくるか。蔵とリード持ってくる。一応な、リードがあればリードでもいいんですけど、ワンチャンあそこにリードがあればいいけど。ワンちゃんね、そこにリードがあればいいんですけど、ちょっと待ってね。OK、おはようございます。お疲れ様です。おはようございます。社長っす。俺だからね、社長。蔵はあったけど、馬鎧がないな。リードがあればいい、リードが。この蔵で乗ってまたいで、それで帰れるんだったらそれでよし。で、あと名札が欲しい。ネームプレート、ギャー。で、あと名札が欲しい。あの、ネームプレートがあればさ、ブロードアピールみたいにさ、名前つけれるからさ。だから名前、名札、ネームプレートも欲しいのよ。猫前に出たお前が悪いよね。前に出なきゃ死ななかったんだもん。そういうことでしょ。
やった動かせる自由に。一旦ここにいて。やっぱなんもねえわ。近くに洞窟があると見ていいでしょうな。一回こいつだけ連れ帰る？ちょっと待って、リードがあったかもしんないから。ジャンプ力とかでも結構変わってくんのよ、これ。ジャンプ力とかも変わってくんのよ。で、リードがあるんだったらここに止めておきたいんですが、ないですね。一旦帰りましょう。お家に。で、今日様子見に来ただけだし。一旦これちょっとトロッコをちゃんと先に行かせたい。下に落ちちゃう。よしよしよし。で、こうや。あっちが、この下をトロッコが行ってるっていうか、止まってんな、多分な。止まってんので。止まってるので先に行かせといて、でわしはまで追いつく。来るかい？もう行った後かな。見てくるか。見てこいカルロ。止まってそう。止まってそう。あれ？すでにここにはいない。ということはまさか、は、追いつけないぐらい遠くに行ってる。ここにいないってことは。あいよー、お前置いてくなよ。この子の名前何にしよう。名札が手に入ったら決めましょうね。ちょっと待って、よいしょ、鼻水が。綺麗な空が闇を抱いて輝いてる。星の光は夜の幸あい。フラッシュ、そう隠された扉照らしてくれると信じてみるのさ。おっとトロッコ、よし、このままを。おい、あ、痛い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 。ダメだ、壁の中にいる。おいで、ねえ、こっち来て。嫌なの。じゃあこっちはねえ、ああこれはやべえわ。ダメだこれは。遠回りします。
本来であれば、ここの、なんで食らったの今。本来であればこのトンネルを、通過していければよかったんですけど、馬がいるとダメなので遠回りをします。飛ぶねー。あー、意味ねえ。あー、ごめん。食らいましたね。結構食らいましたけれど。うわ、やめて。なるほど。おいよ。なあ、お前知ってるぞ。お前水の中入ってこれねえんだってな。来いよ。なあ。程度で俺に話しかけてくんじゃねえ。よし。ああ、死ぬかと思った。こうしていくと多分神社に。神社の方に、神社にですね、トロッコが来てるはずなんですよ。それをですね、プッシュしてあげたい。ジャンプ力も高いね、この子。グリジャニア、なんだっけ、あいつ。ブロードアピール。ブロードアピールよりも早いですね。ブロードアピールも、ブロードアピールよりもジャンプ力が高いので、結構その、配合させてあげれば、結構いい感じになるのではないでしょうか。という希望的観測。あ、いいね。君、トロッコ乗ってるね。いい波乗ってんね。あれ、犬は？少し痛いが我慢しよう。Yo! I'm back! ちょっと待ってね。リード持ってくるから。リード持ってくるから。リードよ。持ってくるからよ。ちょっとその場でよ、待ってろって言うわけなんだけどよ。待ってろよな。あ、待って、鼻が。鼻水じゃねえな、これ。なんだこれ。
失礼しました。ちょっと鼻かんでしまいました。日本酒がうめえ。綺麗にそうだな。闇を抱いて輝いてる星の光は夜の幸あい。そう隠された扉照らしてくれると信じてみるのさ。わからない自分なのに自分のこと鏡の前でじっとルル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 カルーアリを急に歌うよ。カルーアリオチャンネルは急に歌います。そういうチャンネルです。あ、行かないで。ね、行かないでね。ね、ね、行かないでね。ほら、それが正解。よかったね、行かなくて。ちょっとでも僕の領地の外に出ていったら君死んでたよ。取りに行こう。あ、日本酒飲んでるかも、日本酒飲んでるからかもしんないけど、あれだ、今日調子いいわ。調子いいです。調子いいんですよ。普通さ、お酒飲んでるとさ、今日調子悪い、今日調子悪いわってみんな言うでしょ。俺逆なの、調子良くなるの。調子良くなるのよ、俺は。ね、だからなんだっけ、何しようとしたんだっけ今日。あれか、クリーパーの、クリーパーを破壊する装置のあれだわ。クリーパーを破壊する装置を見に行ったり戻ったりして、そうですね、まあ見るわけなんですけど、見たわけなんですけど、ダメだったのがなぜ、なんでダメだったのか、それをね調べるために我々調査隊、調査隊はアマゾンの奥地に向かった。今日カミカミだな、調子悪いな。日本酒飲んでるからかな、やっぱ調子悪いのなあ。どう思う、やっぱこの辺あの牛とか羊とかいっぱいいるから、一箇所にギュッてしてるから重いわ。ねえ、子牛のまま死ぬのやめてくれない？マジで子牛のまま死ぬのやめてくれない？マジで。夜なんで寝ます。おい
おい。おい。てれ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 てだだ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 金をよこせ。よし、今日はこれぐらいに用意しといてやろう。生の鶏肉も全部あのエミに変えちゃいます。エミ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 ナルド、鶏肉ジュースサーバードア、開けっぱなしにすんじゃねえって言おうとした瞬間に閉められた。君じゃない、君、そう君。もうダメ、交換できない、交換できなくなっちゃった。次は豚か、まったく注文が多い料理屋だよ。豚持ってねえんだって。金取るんか貴様。鶏肉、生の鶏肉やるっつってんのにさ、エメラルドがないから。他にコックいない？他にシェフいない？してくれるシェフ、豚交換シェフ。豚あんまない。くれてやる、有効活用せ。性格は据え置き、ただ口数が減る、眠いから。眠くなって口数が減る、こういう時どうしたらいいか。
釣りに限ります。釣りです。釣りをして今日は過ごそう。鮭。結局今日で決まんなかったな、デジタルエディションと通常版と。アンディぐらいフグ。ああ今の引かなきゃよかった。多分タラだろう今。タラ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 だ。タラ冬がうまいですからね。ちげえわ、それサバだわ。寒サバがね、マジでね、脂乗っててうまいから、冬は。タラは別にいつでもうまいわ。でも魚辺に雪って書いてあるぐらいだし、冬か、春ぐらいだろうな、うまいの。知らんけど。名札出てきてほしいな。名札出てきてほしいな。出てこないかさすがに。ネームプレート。I want a name plate。ダダ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 ニョ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 。あ、ボール。ニャ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 チン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 
にゃー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 にゃアンディぐらいフグアンディー焦ったら負けるわちょっと今おつまみがないからさもうお酒飲めねえ鮭、ま、持ってくればあるんだけどミックスナッツがあるからそれ持ってくればいいんだけどもう日本酒一口も飲めない私お酒弱くてもう飲めないんですよ実はその女、酒豪である。ちょっと、おつまみ持ってくるわ。ミックスナッツ。ちょっとごめん、一旦マイク切るわ。止まんねえや、ナッツが。名札来ねえかな、マジで。
来ねえな、ナフだな。ねえ、犬。鮭とタラ結構集まるな。嬉しいです。釣り堀でやるか、ちょっと見栄え的なこと考えて。不法侵入者たちの皆さん、不法侵入者の皆さん、さようなら。あれ、さようなら。明日どうなってるか楽しみですわ。お、待ってな、ちょっと待って、なんか手に入った。射撃ダメージ増加さん。微妙。微妙、しかも壊れかけやしね。壊れかけのレディオ。タタルタルタルタタルタルタル。ああ、ナブだ、全然来ない。オッケー、サファリパーク。早っ、タラー、サファリパーク。
たら。シャケサファリパーク、フグサファリパーク、来ない。名札宝釣りついてんだけどな。ついててこれなんですよ。フグ宝釣りさんでこれなんですよ。っていうことは宝釣りついてなかったらどうなると思います？ゼロです。水芸、ちょっと待って、水芸何度だっけ、一回ググってみるか。水芸、水芸、基本的に俺ってあの日本酒は一個いいのが見つかったらずっとそれリピートするんですけど、たまにねあのちょっと冒険しようと思って他のやつに手出したりするんですけど、その時期が今回だったっていう感じです。なので、今回水芸に手を出しております。水芸宴会、宴席の楽しみ方は天下一品の高知県で育った食中酒水芸として世界中の食卓で世界中のお料理とともに楽しんでいただける一方を目指します。もうコンセプト的にもう俺勘違いしてたんだ。普通にただ酔えればいいやと思ってたけど、そうじゃなくてご飯に合うあのお酒なのね、コンセプト的に。俺が間違えてた。いやうまいけどうまいけどさ、えでもなんかそういうんだったら何に合うんだ。海の幸、山の幸、川の幸、何にでも合いそうだな。どっちかっていうと魚介系に合いそう、お刺身とか。あーちょっと俺この後行ってこようかな、スーパー。またあの刺身買ってきて水芸とやりてえわ。水芸の商品、純米大吟醸、純米吟醸酒、
純米酒、本醸造酒、焼酎、リキュール。なんかここにないやつだったんだよね、純米、特別純米吟醸みたいなのがあったのよ。どれだっけな、なんかあったんよ。あの水芸っつっても、まあ日本酒全般に言えるけど、その同じお酒の名前でもいろんなエディションがあるんだよね、それぞれ。水芸の場合は、水芸ってあれか、メーカーの名前か、ブランドの名前か、だからか。水芸の場合は純米大吟醸で、純米大吟醸だけで5種類ある。純米大吟醸めっちゃ高いからあんまり買わないんだけど、それでもまあ純米酒とか、醸造酒は初心者はやめといた方がいい。日本酒の初心者はマジで醸造酒は、あの醸造酒から入んない方がいい。うまいけど、あの純米吟醸、純米大吟醸、もしくは純米酒から入ってから醸造酒に行った方がいい。醸造酒はペース考えないとマジで悪酔いするから、なので本当慣れてからじゃないと、まあ、別にそこまでの強制はしないけど、いきなり醸造酒行ってこれうめえってなるかもしんないから何とも言えんけど、あんまりおすすめは、初心者の方にはおすすめしないかな。日本酒初めて飲みますって言うんだったら、なるべく水に近い方から飲んでった方がいいと思うから。醸造酒は美味しいけど、本当に日本酒が好きな人しかこう飲めないっていうか、本当に日本酒が好きな人が好んで飲むから、お酒してるんだよね、めっちゃ。だからなるべく味が、なんだろうな、水に近いって言ったらいいのかな、なんかそこまでお酒してない、日本酒がいいです。分かんないと思うけどね、そんな言っても。俺も未だに分かってないもん、いろいろ飲んできて。なんだっけ、あの俺が好きなやつ、玉の腰じゃなくて、なんだっけ、玉のなんとかっていうのが好きなんだよね。玉の光か、玉の光、玉の光が好きで、玉の光の、純米大吟醸、まあ、結構高いんだけど、これリピートしてるんですよ。高いってあの値段ね、度数じゃなくて、まあまあ高いんだけど、あ、どうだろうな、他の純米大吟醸と比べたら安いかもしれないけど、まあでもそれがうまくて飲んでんのよ、よく。だから玉の光はおすすめかな、玉の光の純米大吟醸。あとなんだろうな、何がうまかったっけな。あ、炭酸好きなんだったら、ミオ、あれマジで初心者向け、マジでミオうまいから。ミオうまいからっていうか、あの日本酒なんだけど、言っちゃえばジュースです
ジュースですとはいえ炭酸なので炭酸が苦手な人は飲めない。結構フルーティーな香りと飲みやすい味で、あれ何なんだろうな、なんか後に残った香りが日本酒なんだけど、最初にこう一口飲んだ感じはなんかサイダーみたいな味です。サイダー感がある日本酒です。まあ本当にお酒なんでジュースだと思って飲まない方がいいです。ちゃんとお酒なんですよ。なのでジュースとして飲まない方がいい。度数も普通に何度だっけな、15度ぐらいあった気がする。結構度数も高いんで、調子に乗ってミを飲んで車運転したりとかそういうことはしない方がいいです。普通にドス暗いやんけ。あ、違った、川だ。普通に度数高いんで普通に酔いますし、初心者は玉の光じゃねえな、ミオだな。ミオです。ミオを飲んでください。ミオのなるべく小さいボトルのやつ。あんまり大きいボトル買っちゃって一口飲んでやっぱ合わなかったわってなるぐらいだったら小さいやつ買って飲んだ方がいい。だ、覚えておいて、ミオ。ミオっていうのは漢字なんだけど、秋山ミオのミオと同じです。全然名札が出ない。全然名札が出ません。これ俺がさ編み出した技なんだけどさ、 CRS って技があるのね。ここ室内半屋内のあれなんよ、釣り堀なんよここで、半屋内の釣り堀で天井があるのよ。で俺の技 CRS セイルリフレクトショット、こういう技です。セイルリフレクトショットです。あ、ダメだ、普通に今のは技じゃないです。放物線です。ただの放物線です。そういうことです。お、ま、入れ食い、あ、入れ食い3ついてるわ。うん、微妙微妙。ちょっと買い物するか今日は。買い物するか。不法侵入者どうなってそこにいたやつね。
あ、不法侵入者のゾンビになってますね、ちゃんと。不法侵入者がゾンビになったということで、おいで、犬が攻撃してほしい、犬が攻撃してほしい。いらっしゃいませ。敷地的に俺ん家なんだよね。村人がさ、こうしているのダメだと思うんですよ。なんでここに集まるの？でな、そっからな。どっか行きなって。ねえ。この木が邪魔か。いいよ、じゃあ解放してあげる。降りといてねえ、村人のみんな降りといてよ。この木も切るか。降りといて。怖くないよ。俺は噛みつかないよ。俺は。で、おい待って待って、地図職人おるやんけ。こいつはダメだろう。ここに来ちゃう。なんでここに来れたんだお前。来れんよね、これ。貼りしとくか。もっと貼っとくか。なあ。なあ。スイートベリー。スイートベリー、貼る。スイートベリー。ちゃんと燃えてるんだ。いいね、偉いね。いいと思います。でこの辺にスイートベリー生やしておきたい。
スイートベリー生やしておかないと入ってきちゃうもんね、この辺ね、村人がね、バカだから、バカだから。やば、ないよスイートベリー。行きなってどっか。好きにしないよ。好きにしないよね、みんな。やるよお前に。じゃあもう買おうかね、 PS5 ね、 PS4、 PS5 買おうか、もうね、そんな言うんだったら。クロム、クロム、ね、PS5 買おう、もう買うしかないじゃん。買うよ PS5。 でなんで PS5 買いたいかっつうと、アーマードコア6がやりたいから。すごい。
あ、唇噛んだ。PS アップあるの何気にありがたいんだけど、あ、間違えたわ俺、あれだ、 PS コミュニティと間違えてたわ。 PS アップはあれだ、もともとあるわ。これって必須？この M2SSD 必須？なくても大丈夫？買うからな、俺はな、今回な。購入ボタンってどこにあるの？ちょっと一旦マインクラフト閉じるわ。うん。スクロールが遅いな、なんか。ちょっと待って、これ重要じゃない？これ見とかないとダメじゃない？俺。
購入ボタンどこにあんのよ。あ、ヘッドホン。マイク付きのヘッドセットがいい。俺どっちがいいのこれ。デジタルエディションにしよっかな。上に購入ってあったわ。でもソフトのやつしかねえんだ。あー、ソフトだけだここ。ハードはこれ書いてねえ、注文できねえんだ。PS4 になってんじゃん。 PS5 よ。公式で注文できるんだったら公式で注文したい。お店でなんか注文するとなんか手続きが増えそうでやだ。60,000円。デジタルエディションなら50,000円。デジタルエディションにしよっかな。青。ソニーストア公式が一番いいでしょ。信頼度っていうか信用できるのはやっぱ公式でしょ。デジタルエディションワイヤレスコントローラーダブルパック。ダブルパックじゃなくていい。俺友達いないから。俺友達いないからシングルでいい。これ何が違う？これを買いたいんですけど、ここの購入ボタンが表示されてないんでね。こっちはあるけど、こっちを押すとコントローラー2つになっちゃう。でも他の見るみたいなのってないの？ここ。
ットホン。マイクついてないでしょ、これ。ワイヤレスゲーミングヘッドセット。これマイクついてるんだったら、このヘッドセットの、ヘッドホンのセットでいい。値段書いてなくない？これ書いてあるわ。かー、公式の商品高いですわね。いや、ヘッドセット一旦後回しにしましょう。一旦これ買いましょう。デジタルエディション。で、入荷待ち。まあ、月末までに届けばいいよ。アーマードコアできるんだったらいいよ。カートに入れるってないんか。カートに入れるってないんかなあ。あ、ちょっと待った。一旦これあれしよう、画面消そう。パスワードとか入れるから。No demo, no atomalay. ふわんな車、どんどん出てこい、働く車。住所が昔の住所になってる。ちょっとマジでガチで購入しよう。もう今日振りとかじゃなく、これを入荷待ち、公式で入荷待ちって何？クレカ、D 払い、楽天ペイ、ペイペイ、あ、ペイペイ使えるんだったら OK。はい。名前勝手に出ちゃうのやだな。
配信に載ってねえよな。オッケー。一応アマゾンの値段も調べとくか。アマゾン PS5アマゾンでこういうゲームハード買うのマジで怖えからな。ギャンブルよな。コントローラー2つのやつばっかりやんけ。ハードってないのか。ゲーム機本体って選んでんのにさ、他のも出てくんの何なんだよ。あ、デジタルエディション、これだ。安いけどなんで？ホライズン同梱版、グランツーリスも同梱版。これ立てるやつってさ、ついてんだよね。あ、ついてんのか。これなんか招待された方のみご購入いただけます。なんだそれ。なんなんだそれは。いやもうめんどくせえ。公式から買います。在庫切れまたは注文上限数超過のため、数量を変更しました。買えないんかい、買えないんかい。あともう購入ボタンを押すだけってなったのに。これ見てよ、これ。あともう購入ボタン押すだけなんよ。買えないんよ。ここまで来て。なあ。なんか考えます。今日はもうやめる。終わり。解散。